はい、ではスタートしました。この試合は鈴木太郎さんが1位でしたけど、松本さんと松ヶ瀬さんもね、ほとんど並んでたので、もし鈴木太郎さんトンバで、いいかなってなったら、松ヶ瀬さんか松本さん見ていこうと思います。はい。じゃあ行きますか。はい。これは何キロか。あ、そうですね。じゃあ行きましょう。とにかく、親でドラが数層か。あ、いいっすね。もうイーシャンテンか。本狼トイトイ、チュン本狼トイトイのイーシャンテンですね。はい。まあもしかしたらまあ、他の9ピンとか9層とか、引いた場合は、チンロートを目指して、ウソを、あ、何切ってね。で、急走とか重ねれば、チンロートにも渡れるって感じなんで、まあ、結構、いい手合ですね。もう、ポン、ローンだからね。はい。って、おい!まだハイパイ取ってる途中だよ。はい。あんま変わらんかったな、これ。引いたハイがことごとくクソハイパイだったな、これ。クソ手配だったな。はい、行きましょうか。あ、親でドラが数層。はい、まあ、とりあえず今切って、あ、何から切る?あ、3色どこあんだ、これ。はい。いいピンポンした。あ、いいっすね。こういう泣きするんだ。めっちゃいいっすね。まあ、でも泣くか、さすがに。鉄泣きか、こんなもん。M リーが当たったら泣かん人おるけどな。3色同行とかトイトイとかあるし、ポン材強すぎるしな。泣かないぐらいだったらポンして、トイトイとか、まあ、チュンドライチとかもあるかもしれないしね。普通にマックスでいく。うん、素晴らしい。はい、ウソだけは残して。ウーソーに関しては赤ウーソーと数層引きが普通に嬉しいので。はい。で、いいピンポンした。いいですね。はい。で、数万切る。うん、いいと思います。うん、チュンポンした。はい。はい、行きましょう。うん。もうなんもないっす。これは。まあ、ちょっと切り順は難しいけどね。いいピンポン、チュンポンから入るけど、もう親だし、まっすぐ、チュンのみでも上がるっていうために、数万とか、普通に外側から来ててもいいし、うん、ちょっとそこら辺難しいんだけど、まあそこら辺は人によるんで、はい。いいと思います。はい、で、リーチ受けた。パーピン切るか、ハク切るかは、まあちょっとあまりに安牌ないんで、ハクからのがいいと思います。まあパーピンからか。まあ M リーガーはパーピンっぽいですね。はい。周囲の進行がおかしい。あ、確かに。周囲もね、本当だね。まあ M リーグ、こういう、対応してくれるのも含めるとさらにプラスか。自分がこういうポンポンって入るとね、他の人まで対応してくれるんで、それも含めると結構ネットマージャンよりも仕掛けてもいいかもしれないね。はい、数ピンと、数ピン切って、うん、両面できた。はい。赤ウーピン、これで終わりか?一応数ピンは3枚見えてワンチャンスだけど、これでイーシャンテンは終わりかな。はい、3万切る。あ、ウーソー切んな。ウーソー切れるのこれ。あ、中筋になってんのか。あ、ごめん。ウーソー切れたわ。うん。中筋、あ、自分がパーソー切ってんな。自分がパーソー切ってるやん。そう、中筋になってたからウーソー切る。ほんとだ。ほんで?はい。うん、で、チーテンね。うん、いいんじゃないですか。まあ、ちょっと順目深すぎか。確かに、これちょっと迷うとこだな。打ち出すのが黒だったらね。まあいいけど、赤か。で、リアムピンは普通の無筋だよね。これはリアムピン通ってるとかないよね。普通の無筋というか、まあワンチャンス。白白もあるけどな。チーして白白もあるよな。まあまあまあ。どうなんだろうな、これ。とりあえず、俺は泣けないですね。うん。あ、言いそうか。ノーチャンス言いそうか。白切るならね。うん、そうそうそう。俺も打ったんですね、これね。言いそう言いそうか。白じゃなくて言いそうか。うん。ウーワンチーして言いそう言いそうあるけど、ウーワンチーしてウーピンはやんないです、俺でも。うん。やんない。普通に。普通に、振りたくないんで。ネムネムさんは泣いて勝負する。あ、ほんと。打点が低いしな。ちゃんとでもありゃいいけどな。これがまず 1,2,3 になるんだとしたらな。白で上がれば、ヤクヤクちゃんとでテンパネして、77もあるけどな。高めの白出たって、何点?残区?休めは、1,500? ん ?2,000? うん。はい。まあ、鈴木太郎さんはチーしてウーピン。
いや、来てないんかい。来てないやんけ。あれ？いや、俺、ウーピン切ったように見えたな。泣いた瞬間にもうウーピン切ると勘違いしたんか、俺。なんかもう勝手にウーピン切るという前提でやっちゃったわ。あれ？なんか俺、ウーピン切ったように見えたな。幻想か。薬やってるわけじゃないんですけどね。なんでだろう。もう勝手にウーピン切ったものとして見てたな。いいね。いいっすね。はい。なんか、ウーピン切ったとしてちょっと、否定してましたけど。全然いいと思います。あれ、なんでだろう。ガンジャの影響かな、これ。ポンしてさの。いいっすね。いや、で、俺、ガンジャじゃない。影響ってやってねえよ、俺。はい。親で連チャンできました。これも、第一相撲で換算枚引いて、はい、普通に行きます。何切った。ね、まあ、これも普通に行くだけなんで。はい、パーマン切る。シャア切る。確かに今のはナイスだったね。トンパツの手順、いいっすね、今ね。ほんとだ。いい血入っちゃったか。安牌。とりあえずピンズの下切りながらって感じかな。組み立て直して。パーマンは行く。ウーピン引いた。まあ、2ピンぐらいは行く。ダブルワンチャンス。はい、チョリアンシャンテ。もう3層筋になった、行く。完全インシャンテ。おい、テンパタイ。現物だけど、リーチしてください。はい。まあ、これ一順黙ってリーチじゃ。この順目だけ黙って、次の順つもぎリーチするんだろ。はい、面白い。はい、面白い。分かった。あ、振るんかい。その後見たかったな。多分これ一順黙ってつもぎリーチするんだろうな。見たかったな。はい、まあこれで振るんだったら、まあ誰が打っても振ってるんで。まあ、リーチしてください。はい、打点向上が半端ないんで。はい。ピンフドラドラからね、リーチにの違反がでかすぎるんで、それこそ積もってね、ハネマンとかもあるんで、はい、リーチしかないです。はい、次。はい、とにかく、ペーチャードラ急走。せっかくトンパツ良かったんだけどな。はい、トン切った。半端ないからね。はい、ペイ切る。パーピンから切った。イーマン切る。スーピン押してて。まあ、それも確かにあるっちゃある。はい、これ手配悪すぎるんで、スーソー、イーソー切って、ペイ切って、はい、降り。あ、パーマンも現物だったわ。はい。はい、積もられ。はい、トンさん曲、シャーチャードラガシャー。てか、なんか今日サクサク進むな。なんかトンパナンバー分けなくてもなんかめっちゃ早く終わっちゃいそうだな。あ、これは初で。めちゃくちゃ手配いいんで。初重ねてポンしてもしょうもないんで。まあ、ほとんどの M リーガーが初切りますね、最近はこれね。いいと思います。鈴木太郎さんも当然初切っていく。切らない。まあ、これはちょっと別にそこまで言う、細かく突っ込むことじゃないんで。はい。最強か。まあ、ちょいむずか。ただ、まあ、イースーチーピンは薄いと。6枚受け。かといって、2ピン3ピン切るかどうかか。2ピン3ピン切るのかどうかね。まあ、セオリー的には、リャンピンでいいかな。はい。チーピンの裏もフォローできる。まあ、それもあるしね。まあ、あと単純にリャンピン、サブローピンから単ヤオになるんで、まあ、E ピンつもぎりもおもろいですね。ピンズの、だから、2、3、5、6引いても単ヤオ以降するんで、まあちょっとそれもおもろいかなって感じはあったんだけどね。ああ、リアンス3層連勝か。ああ、チーピン3色あんのか。あ、3勝連勝でいいわ。ごめん、3色見てなかった。だったら、チーピンで引いた瞬間に3色になるからごめん、3層連勝しかないわ。はい。形はリアンピンだね。いや、E ピン切るんだ。M リーガーも絶対3層連勝しか切らんと思った。ピンフ3色のイシャンテンだもんね、ダイレクトにね。3色俺見てなかったけど。マジか。これ M リーガーっぽくないですね。
ダイレクトにチーワンチーピンで免品3色になるのにね。もう、M リーガーの 99% は三層リャン層切りそうだな。三層リャン層って言いづらい。うん。はい。まあ、なんやろね。そうそう、マジで三層リャン層のイメージだけど、言い添いてきた。で、うん、まあ、とりあえずローマン切り玉でいいかな。はい。まあ、俺はリーチするけど、ウーマン短期で。まあ、さすがにこのウーマン短期をね、鉄利とか言うわけにはいかないんで、はい、まあ、ローマン切り玉になるでしょう。うん、ね。はい。で、リーチね。はい。何しとんこれ。下手すぎやろ、お前。マジで。トンパツだけやないか、マジ。トンタンキリーチしかないやんけ、お前。もう話にならんので飛ばします。はい。何待ってる？それはピンフちゃう？ピンフがつく前待ってんちゃう？何しとんこれ。リーチしたら対面から一発で飛んでて、リーチ一発ドラ、裏でな、マンガ上がってたわ。まあ一応見るか、それだけ。ここでリーチしてると、対面が、え、マジで切るんちゃう？ウーマン切りリーチ。ローマンウーマン、離れにやめ落としだから、まあ、量刑っぽくも見えるし。まあ、対面が次何積もるか分かんないけど、シャアドラだもんね。まあ、とりあえずペイか。とりあえずペイになっちゃうか。うん、でもマジで、な、トントンとかあるよな。はい。まあ、行きましょう。で、これでトン泣かれた。ダブトン泣かれた。んで、チーマンツモ。ツモギル。あ？これ安全度でウーマン切るのか。それよくないな。チーマン切った方がいいわ。あ、違うんだ。うん。なんかマジでウーマン切るかと思った。んで、3ピン。サブローピン。まあ、数ピンが3枚見えてるから、っていう理由でリーチすんのか。もうわからんもん、こんなもん。こんなもんでリーチすんだったらトンタンキしかねえし。もうリーチすんじゃねえ、これ。うん。陽気な BGM なよ、これ。陽気な BGM。メキシコみたいな。こんな BGM ちゃうねん、うちの配信の雰囲気は。はい、次。んで？まあ。トンラスナンチャドラがパワー1で、まあ一発もね、まあすごいというか、まあ、まあほとんどの人はトンタン機だし、まあ、M リーグっぽいっすね。一発で積もるとこはね。あれ見てね、M リーグ信者がね、すげえって思うんだ。うん、気持ち悪い。はい、次。離れりゃめ落としで自敗短期はえげつない。まあそうだね、離れりゃめ落としだとね、まあまあまあ。はい、行きましょう。はい、パンドラさんいらっしゃい。はい、次。で、パーマンドラ。うん、手配も結構いいんで、普通に行きましょう。今切っていく。はい、何切っていく。うん。まあ、3万残しは丁寧でよかったです。はい、数ピンか3万はどっち切ろうかな。今2枚切れで自分が今切ってる。ただ、形もかなりいい。形がな、4、6、7か。3万、これむずいな。まあ、一応3万で。普通に。オーソドックスに3万でいいと思います。え、あ、そっちなんだ。うん、まあね、ちょっと俺もむずいなと思ったんだけど、まあ、3万が普通ちゃうか。うん。まあ、ウーピン引いても連続系になるしな。まあ、3万に対してやっぱり数万以外は嬉しくないんでね。リャンマン引いて振り手の数万嬉しくないんで、まあ、普通は3万だと思います。単純に、数ピンに対しては3ピン、ウーピンが普通に嬉しい。3万に対しては数万しか嬉しくないということで、まあ、3万ですね。はい。ピントンとかの押してくるメンツで愚形で負けたくないから、ああいうの待って。トンタンキ愚形じゃないけど、両形だけど。はい。じゃあ、これでいきます。まあ、この手順、何切る？はい、いいシャンってなった。3万切る。はい。まあ、これはもう、9ピン引いた。
受け入れマックスだったらそれはパーワンだけど、まあ一応ドラなんで、まあ9ピンつもぎるんでしょうけど、M リーガーは。まあでもそれでいいか。リーノミになっちゃうしな。9ピン使ったテンパよな。はい、まあ9ピンでもいいんじゃない？はい。M リーガーは9ピン切る。あ、パーワン切るんだ。まあ9ピン使ったテンパイがね、リーチのみとかなっちゃうんですけど、まあ、チーソーとか3ソーとか引いたら完全イシャンデン取れるんで、で、あとはまあチーマンが2枚切れてるのもあるから、はいはい、パーマンね。いや、俺はめっちゃ好きっすね、これ。うん。まあパーマン縦引きがめちゃくちゃ痛いから、まあそこどう見るかだね。結局リーのみのイシャンデンなんで、うん。まあ別に、うん。まあ9ピンでもいいと思いますけど、ここはパーマンでしたね。まあまあまあ。結構 M リーガーだと、うん、パーピンが薄いとはいえね、9ピン切る人も良さそうだけど、まあ別に俺は好きっすね、こんな早いね。で、パーピンが全部なくなってしまった。うん、テンパイか。ああ、赤引いたね。これは即リー打てる。即リー打てるやつを引いた、よかった。はい、まあ一応今ローピン通りましたけど、別にローピン切ってわざわざリーチするとかもないんで、園田さんじゃないんで、9ピン切ってリーチします。ダマか。まあ、赤にマージャンなんでね、追っかけられてもいいっすよ、別に。赤積もったら漫画あるしね。追っかけられたとしても、その人から赤嘘出たら、まあ、リーチドラドラあるしね。ね、うん、まあ、リーチしたかったですね。はい、何入？これも早いか、16分か。もう行っちゃおうか。今日はなんか、早いな。どんどん、あれか、連チャンが少なかったのかな。はい、まあ、もう行っちゃいましょう。じゃあ、今日のね、動画は全部、一試合だけど。あ、キエンさんも疲れ。高速タコ疲れっす、キエンさん。はい。じゃあ、9ピン切る。あ、シャアからか。親でパンパンにシャア。うん、いいっすね。こういうのもなんか M リーガーどうせ9ピン切るからって言ってるけど、俺は9ピンって。うん、全然いいっすよ。はい。ダメな台といい台が交互に来る。うん。ん？いいそう？ターツはできてんのか。スッチーマン、カンウーピン、カンサンソーで、タンヤオでも、ヤンシャンテンになってるのか。はい。で、安全度高い急走残していく。うん、そうだね。3走引いても、そんな、サブロス走のね、受けの、消したとしても、痛くないので、そんな言うほどね。はい、まあ、確かにいいんじゃないかな、これは。うん。はい、はい。もう、なんもないな。うん、いいシャンテンになって。もう何も切るもんないな。運送しかな。はい。ああ。俺はやったことないですね。はい。まあ一応、チートインシャンテンになるけど、まあ瞬つてマックス取りたいかな。まあスッチーマンも3枚見えてるんで、スッチーマンが別に強いわけじゃないから、スッチーマン3枚見えってことはね、カンちゃん待ちとかペンちゃん待ちの、一枚多いだけだから、まあ、嘘切ってマックス瞬つていくかな。もちろん、リーチ入ってなかったらパーマン全然おかしくはないんだけど、うん、ただまあ、リーチ入ってるんで、もう、超まっすぐで、ウーマンポンテンとかすら取りたいって感じで、もう超まっすぐ、嘘で。包重力違いそう。まあ、パーマンワンチャンス出してことね。まあただ、ウーソーもまあ普通に見ると、チーソーの後にシャアの手出しがあるから、まあ基本的にはウッパスソーもなさそうだし、まあ言うほど変わらんのちゃう。まあ言うほど変わらんことはないか。まあただ、まあ下茶に対してまだ無筋がいっぱいあるんでね。うん、まあ一応俺はウーソーしか引きたことない、これは。うん。ただまあ、そんなに否定する打敗ではない。これに関しては。ただ、俺はマジで、スッチーマン3枚切れだし、普通にポンテンも取りたいから、もうウーソー来て超まっすぐが好きかな。まあもちろん、ウーピン引きのテンパイもなくなっちゃうか。ウーピン引きテンパイもね、あるしね。まあ、ウーピン引きテンパイ、まあ、あんま価値ないけど。はい、じゃあ行きましょう。あ、先切りもか。まあ確かに。先切りでウッパソーも当たるって言われたら、ちょっとむずいけど。ヤンペーゴはきつすぎるわ。リーチ入ってるから。それは無理だ。ウーピン2回使うとか。あ、違う、ソーズでか。ソーズで数層ローソー引いてってことか。ですけど、なるかもしれんけど、今回だとチートイテンパっちゃうけどね。はい。チーピン引いた。うんだ、こうなると、まあ、嘘にしかならん。うん、嘘切る。はい。うん、テンパった。まあ、結局変わらずかな。俺が超まっすぐ打ってる手順でも、変わらずか。
はい、おやで連チャンした。イーマン切る。はい。トップ目か。まあ、トップとはいえ、まあ、あんまり関係なく。右茶入った。うん、これはちょっときついんで、ワンチャンス3層から来てベタ折りしていく。あ、9ピンからか。あ、ごめん、全然いいと思います。はい。まあ、一応あれか。数層切るのあんのか。数層切れそうだな、これな。第一打言いそうで、数層持ってる可能性高いで、現物なんもないしな。うん、まあ、俺は一応第一打言いそうだから、3層の愚形がないから、まあ、3層がサブロス層だけのワンチャンスって感じで、うん。で、3層だったんだけど、言いそう第一打もでかいかな。言いそう第一打がないとね、ペン3層とか、愚形3層があるけど、言いそう第一打の時点で、ペン3層とか3層のシャボがほぼ否定されてるから、ってなると、単純に、9ピンは両面でも、シャボでも当たる待ち。3層は両面でしか当たんない。かつワンチャンスだから、まあ俺はもう瞬発力、瞬発的に3層だけど、うん。だけどまあ、まあただ俺は、数層でもいいと思うね。普通にね。まあただまあ数層切るならまあちょっと3層切りそうだけど、まあ一応9ピンとの比較だと数層切りますわ。俺は。100%。数層と9ピンの比較だったら、9ピン切るぐらいだったら数層3枚切るわ。いや、ごめん。違うか、これ。ベタ折りじゃなくてもいいのか。別に、全通でもいいのか、これ。イースーピン、スチーピン、リアムパーソー3層で、全通するって方針もあるしな。まあ、いやいや、ごめん。ちょっと今言ったのは、あくまで、俺がトップ目だし、もう降りるって発想で言ったけど、これ全通もありだから、ちょっと話変わるわ。今のはちょっとあくまでもう、降りるっていう、場合の、話だと思って聞いてください。うん、ちょっと今な、よく見るとな、これ普通にヤンシャンテンとしてはいいしね、カメちゃんも、現物ないしね。うん、ごめん。なんらおかしくない。うん、そもそも 9P はベタ折りじゃなくて、上がり率が普通にめちゃくちゃ高いから。はい。カムの話聞いても 9P 切りたい。うん、だったらもうコメントしなくていいよ。うん。はい、次行きます。初キル。ロース当たっていく。はい。はい、何かペーチャドラリアンピン。あ、まあ横移動でよかった。はい、まあ下茶が、親が仕掛けた。ただ自分もまあ形いいし、いいっていうかまあ普通に行けそうなんで、とりあえずまっすぐ行く。2万切って9万切っていく。言いそうはいらんけど、ペーから切るか。まあ、言いそうからが普通かな。うん。うん、ちょっとね、あ、急走引いたか。まあ、とりあえずペー切る。変則的にパーソー切る。なくはないけど。うん、ペー切る。言いそう。まあ、一応、一通が見えんくはないという、一通リアンシャンテになってるけど、まあ、言いそう切るでしょう。あ、違うんだ。下茶の中筋でもあるウーマン切るんだな。うん。ほんほん。新一見てペーギー切りそう。新一か。この両面って元からあったよね。あんまり新一のイメージなかったな、俺は。まあ、もう一回見てみようか。この曲終わったら。うん。何十面付き。うん、まあね。あっさり終わっちゃったね。保留で言いそうね。うん、なんか保留で言いそうっぽいっすよね、あれね。はい、ちょっと鎮逸か。言いそう来たとこで鎮逸？ピンズ割り案面できてるよね。見え。うん。これはネムネムさんだから言うわけじゃないけど、全く鎮逸見えない。下茶の仕掛けも考慮するとこんなとこからこれ全部落とすわけないや。うん。寝ぼけたコメントしてんなよ。ネムネムさんも別に下手じゃないのに。うん、冷静に見たら言いそうぎ、やっぱ言いそうかペーしかねえわ。下茶が上で仕掛けも考慮したら。うん。ネムネムだけに。うん。よく気づいたな。ナイスツッコミ。はい。うん。まあいいよ。別にごめん。うん。ネムネムさんも突っ込んだだけで別にそんなね。毎回毎回真剣に見てるわけじゃないし、みんなもね。はい。うん。全然。はい。あ、検討中にごめんなさい。はい。あ、全然いいっすよ。楽天の
安楽投手が体育会系にありがちなパワハラ大問題になっている。プロマージャン業界はそういうのある。体育会系だから程遠い業界だからパワハラとかイメージない業界。森山特徴の口だけです。いや、森山さんもないですね。別に普通にいい人だから。ないです、ないです。何もない。マージャン業界はマジで何もない。うん。まあ、それは特殊な何かは知らんけど、マジでないと思う。マージャン業界はそういう、だから、暴力とか、パワハラみたいなの。うん。ちょっとその件が俺あんまり知らないけど、チラッとなんかニュースで見ただけで、マジでないと思う。マージャン業界は何もないと思う。うん。ただ、マージャン業界を広い意味で言うなら、雀荘って言われたら、それこそ、社会不適合者のクズの集まりだから、そこはもしかしたらあるかもしれない。てか、ある。雀荘は。でも多分今のは、普通にプロ団体の話だから、マジでない。皆無って言っていいほど。そこはかなりね、クリーンというか、うん。ないな。まあ、単体で行かれたやつはおるけどな、普通にな。うん。切れやすいとか。うん。まあ、普通におかしいやつとか。うん。まあ、半グレとまでは言わんけど、まあ、ちょっと結構やばいやつとかおるけど、まあ、ただまあ別におらんおらん。基本的には本当にない。そういう、なんか、上の人が下の人に対してどうかっていうのはないな。うん。顔も言うし、うん、俺も言うしね。ジャンソーはセクハラパワハラ、盗難？うん、まあ、ジャンソーはそれはある。金ちょろまかすとかね。それこそ、マジでありえないけど、お使いを任されることはよくあるんだけどさ、雀荘で。あと1万円札崩してきてとか。1万持ってバックレるとか。それ、もうわけのわかんないことある。それって今日働いたら日当で1万ぐらいやん、みたいな。マジでわけわかんないことある業界なんで。うん。そういうね。だから、あとはレジからお金抜くとかもね。そういうのは確かに結構ある。やっぱそれはまあしゃあないな。ほとんどバイトだし。うん。まあ、警察にも言われづらい業界だからね。一応賭博してるから。だからそんなレジから抜いたって言って、じゃあ警察よ、まあ、基本的にどこでも呼ばないけど、そんな。自分の従業員がレジから金抜いたってそんな何十万とかね。じゃない限りは、まあ警察呼ばないけど、ただまあ、雀荘も、うん、呼ばないので。そもそも金払って団体やってる時にパワハラも何もない。ああ、まあ確かにね。それはいるね。本当だね。やめたらいい。うん、そうだな。それはいるかもしれない。スポーツ界は物理的淘汰がいる。うん。この安楽選手っていうのが、1年間出場停止。あ、安楽さんはしてる側なのか。されてる側かと思った。あ、してる側なんだ。はいはい。中林さんのゴキジェット噴射とか安楽っぽさがあった。知らん。何それ。中林さんがゴキジェット噴射。いや、中林さんはホテルで怒られたやつしか知らんもん。問題は。うん。ちょっと俺あんま知らないんで。M リーグも去年から見てるだけだからね。昔のとかはわかんないな。うん。雀荘で女の子のメンバーがドラ切るたびに、同卓中の男のメンバーがその捨て牌触るっていうセクハラ見たことは、いや、うん、まあまあまあ、やばすぎるな。うん。本田さんが水原さんドライヤー行こうとした。でもあれ、冷風だったんでしょ？温風だったらな。うん。さすがサイコパスだなと思ったけど。冷風だったね。うん。冷風ならまあいいや。うん。温風だったらやばいよな。本田さんだったら天然でやってる可能性あるけどさ。ドライヤーになってすごい温度だから。近くで当てたらほんと壊れるわな。わざと4着に記入する。うん。はい。まあ、行きますか。女流の専属プロとかってゲーム代フルバックらしい。羨ましい。うん、まあね。待遇によるけど。そうだね。まあ、普通のマーチャオとか普通のジャンソンメンバーはフルバックじゃないと思うかな。あ、専属プロか。どうなんだろうね。ちょっとわからんな。俺はマーチャオとかの女流がフルバックの印象はないけど、女流プロだと待遇上がってんのかな。俺がバイトしてた学生時代のマーチャオは時給100円アップとかじゃなかったかな。プロ手当。その印象あるな、俺。角谷さんとか。うん。時給100円だけアップしてるみたいな。確かそんな感じだったと思うけど、今はちょっとわかんないね。待遇も良くなってるしね、若干ね。いや、検討は終わってない。うん、じゃあ行きましょうか。うん。さっとサイコパス。いや、まあサイコパスより、まあ天然か、本田さんは。うん。サイコパスはちょっと言い過ぎだな。天然だな。はい、じゃあ行きましょう。ナンさん、ラス前でシャーチャドラローマン。
これはなんだこれは。なんかようわからん手配だな。まあ好きなもん切ってくれもん。789フォローして急走は残すとかそうでもないしね。この点数でトップ目だとパーソーチーズを引いたからって言ってね。チーして789ってのもちょっと違うしな。なんでもいいんじゃない？うん。急走切ったってなんとも思わん。むしろちょっとリアンスは来てほしくないって感じかな。普通にまあ両面できたら瞬時戦になる可能性あるから、リアンスを切るんだったら急走でみたいな。だからまあ急走かトンかペイか三択でって感じかな。リアンスはあんま選択しないな俺は。はい、じゃあ行きます。何切るかトンね。うん、いいと思います。親の厄介からイーソひっついた。ちょっとちゃんたも見えてきたけど、まあ、とりあえずペイで。で、急走でもいい。うん、ペイか。うん。ローソーも別に切っても何でもいいな。うん。ローソー切ってもいいし、急走切ってもいいし。何だけは切りたくない、これは。ローソーか急走どっちか切る。うん、ローソーね。うん、これは何とも思わん。うん、これに関しては。まあ、一見ね、30目だからまっすぐ急走でいいんじゃない？全然おかしくないと思う、急走でも。ただまあ、トップ目でこの手配だとね。ドラもないし、別に。うん、って感じかな。はい、ドラ引いた、急走切る。はい。3万引いた。リャンマンか、パーピン。で。パーピンで。はい。数万引いた。2468の形できたんで、まあこれもね、別にリアンソー来たってええしな。リアンソーか何切る。まあ違うか。これはまあもう3層引いた瞬間にリアンカンリアンメンのイシャンテになるから、まあ一応何にしときますわ。まあ親にもリアンソーイーソー安全だしな。何にしときます。あ、リアンソーイーソーか。まあね、俺も一瞬ね、リアンソーイーソーって言っちゃったからね。うん、まあ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 。そんな言うほどです。リアンソー、うん。で、ここでパーマ。そうっすね。ドラも自分が1枚持ってるだけなんで、もう完全に神ちゃんに補充絶対しないようにパーマン着ていく。はい、いいと思います。はい、もうここでパービンも着て完全にベタ折りしていく。ヒューマンポン。折りだからもういいか。最後まで見て。はい。で、これもサクッと親流れていく。やっぱ早いな、試合がな。ヒューマンポンってどこ？これか。9万本の鎮圧ね。確かにこれはありだな。うん。上がった時に打点が高いっていうのがやっぱりめちゃくちゃ魅力的なんで、確かに9万本はめっちゃいいっすね。で、チーピンパーピン切って、なるべく安牌抱えていく。めっちゃいいと思います。うん。まあいいけど、鉄ポンとまでは言わんけど。うん。確かにこれ泣きそうだな。自分も3万1400点でトップ目とはいえね。まだあれなんで、まあ、ハネマンだけ見て、キューピン、いやーでもめっちゃいいな。めっちゃいいと思います。キューマンポン。俺もするわ。うん。する。めちゃくちゃいい。はい。うん。で、終わったか。はい、で、終わらすか。はい、オーラスなんちゃドラがいいそう。で、何？トップ目ではなくなってる。神茶と1400点差か。はい。まあ、1000点だとしても、ツモ直でトップなるんで、これはもう超まっすぐかな。下茶に漫画振るとラスるけど、まあラスカイヒマジャンじゃないんで、別にまあ、チーソーとか3万仕掛けてローピンとかね、その後に下茶リーチ来て振ってももうそれはシャーなしなんで、そもそも別に自分が上がらなかったら、M リーグだとラス角とかもないし、トイメンの三茶角もないし、まあないというかまあ、基本的にはやっぱり上の着順見るんで、自分が上がらないと結構3着になっちゃうんで、だからもう3万ローピンシーソーは全部なく。で、とにかく上がりマックスがな。はい。あ、ジェリーさん、久しぶり、いらっしゃい。はい、イーマン切る。あとはまあ泣くかだけか。はい、トン切る。うん、ハク切る。なんか超まっすぐいいね。チュン切る。3層切るとかもまあなくはないか。まあただまあマックスで行きたいかな。まだ。うん、チュン切りたい。まあ3層切る。うん、やりそうだったね。はい。
スマヒタ、うん、ツもいいね、でも。もうこれもマックスで。まあ多分数ピン切るんでしょ。はい、面白い面白い。はい、パーソー引いた。パーソーはフォロー入ってるんで、チュン切る。まあ、数ピンはまだな、いいんだけど、チーマンね。それは切りたくないですね。普通にもう単葉でもいいんで、先天でもね。うん。まあ。やっぱこうな、これ切っちゃうともう仕掛けれなくなるんで、この状態だとね、一つチーピンパーピン残ってるぐらいでも別に仕掛けていいんだけど、なんかこの6球1、6球ピンで2つね、なんか、9万9ピン両方どっちか引いたらもう単葉死んじゃうんで仕掛けてからね。こうなった瞬間にもう仕掛けもないんで、まあちょっと普通にチュンが切りたかったかな。はい。んで、ヤンマン来てコンパクト。まあちょっと方針がもうなんか超まっすぐじゃないんでもういいわ。はい。いや、行くんかい。いや、まあだから、これからポンするんだったら、まあ別に目いっぱいでいいんちゃう？こんなん別に。まあやっぱり Q1Q ピン引いた瞬間に手配死亡なんでね。うん。うん。まあ、チーマンがあるとね、別に Q1引いたとこでまだいけるけど、まあそんな感じで。うん、ラス落ちがないから、いや本場あるからラス落ちあるけど、うん、一応下茶に漫画振ったら一本場あるからラスちゃうけど、まあそんでもいいと思う。全然それだとしても言っていいと思う。僕はウラジオストクなんで外8度。ウラジオストク管理よくんかい。どんなボケやねん。下ネタでもないし。はいはい。まあこれはまあ振ってもラスにならないんで、全治するだけ。特殊だな。リアンソーから打つわ。まあ、ただこれはちょっとまあ一応俺はってことで見といて。うん、まあ、一応下茶がおかげ相手振ったら死亡なんで、トイメに一発でリアンソーっても別にいいんで。まあ、いいというかもうしゃあないんで。どっちみち行くならリアンソー出るし。まあ、これちょっと特殊状況で、一応俺はリアンソーからで。ね、シャー、まあ別に普通だね。うん、全然いいと思います。普通はシャー切りますんで。9万引いた。手配死んだわ。あ、ただあれか。これおもろいんだ。天杯脳天あるから、自分天杯で神ちゃん脳天でトップか。あ、じゃあ、普通に9万引いても全通だ。とりあえず、まあ、さっきと同じ理由でリアンソーから切る。何しとん、これ。何をヒヨルとかあんだよ、これ、リアンソーで。ダメだな。まだ中物だったらわかるけど。現物の。パーソーって何やねん。100% ねえわ。うん、まあだから M リーガーがどんな理由つけたところでないんで。うん。はい、人間一号さん。あ、いらっしゃい。初コメかな。ありがとう。チャックアップね。うん、そうそうそう。あるね。なんだこれ。羽マン振ってもラスないし。流局来た。いや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 。神茶突っ込むわけないやん。いや、突っ込むわけないことないか。ただまあ現状では一応現物だからな。うん、これがでかいか。うん、これがやっぱでかいわ。神茶が全通してなんか無筋切ってんだったら、それはまあいいわ。神茶一応トーン、ウーソーは、トール杯切ってるんで、手出しでね。うん。松ヶ瀬さんが押したから怖がった。うん、だったらリアンソーでいいよ。松ヶ瀬さんのアンパイなくなるやん。松ヶ瀬さん押すの当たり前だし、そもそも。松ヶ瀬さんがリーチ来てから、パーソーパーソーチューンとか切って、松ヶ瀬さんリーチ来たら、それこそなんもないけど。リアンソー来たら、リアンソー来たらいいよ。てか、そもそもがな、全通ってよりね、イーソー宣言杯だけどね、だから当たる感覚がね、そんな、まあ、リアンソー、いや、てか、違うな。ごめん、リアンソー切って、やっぱとりあえずチュン切っとけいいんじゃないでいいわ。うん。うん、絶対リアンソーってわけじゃなくて、俺はあくまで下茶がリーチ来た時に振りたくないからリアンソー、リアンソー言ってるけど、確かに、トイメン積もったら、上茶を親かぶりして自分2着上がるんで、うん、だからリアンソーからじゃなくてもいいわ。うん、ただなんか、とりあえずチューンで。うん。って感じかな。え、まあ行きましょう。はい。で、パーソーパーソー来たらもう基本的にベタ折り手順なんで。あ、でも神茶チーシとか。ただトーン、ウーソートーンで、トーン統一落としで。まあ、全通ではない。で、自分パーソーパーソーで1来たか。うん。はい、積もられ。終わり。
いそうだから通常よりも取れちゃうね。うん、まあまあまあ。まあ、それもあるな。もちろん。うん。リアン層がシャボとかで当たるんだったらね、ペン酸層にするでしょみたいな感じには見えるが、それはわかんないけどね。トイメンがすでにマンガンあったら、うん。普通のシャボにしてるかもしんないけど、タイヤオがあったらね。三着になった。三着になったんか、これで。ん？どうなんだ？トイメン積もうでしょ？親かぶりしてるから。あ、三着か。はい、終わりました。あ、そうか、そうか、ちょうどか。100点差で3着なのかな。ん？ジーズも赤。あ、ピンフないわ。はい。じゃあ終わりました。はい。まあ、オーラスちょっと面白かったですね。はい。まあ、確かに確かに。まあまあまあ、確かにね、トイメン積もって2着ある。うん。まあ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 。まあ。いや、ちょっとなんか俺も疲れてきたわ。今日はね、ちょっと久々に3半チャン目だったんで。3半チャン。3試合目だったんで。はい。はぁ、あ。はい。スーピンはどうも、チームはわかんない。まあそうだね。なんかそれもあるね。この曲の打ち回し自体が、何してんだよって感じだったから、まあなんかそれも込みで、何してんだよって感じの雰囲気だったな。多分ね、これが、他の人が、ここまでの手組みがしっかりしてて、そんでリーチ入った場合は、もうちょっと、まあ別に俺がその先入観で見てるわけちゃうけど、やっぱりそういう部分もあるんで。だから、もしね、ここまで手順完璧だったらもうちょっとね、ああ、トイメンがリーチかって、まあ降りても2着あるしなとか言ってるかもしんないけどね。うん。まあもういいよ。まあ確かにね、チーマン切りね、まあちょっと弱気だって、まあもう何も見ずに、超まっすぐ行ってもいいかな。うん。松本さん嘘を切るの早い。うん。まあ一応松本さん見てみるか。ちょっと鈴木太郎さんばっかりだったんで。はい。松本さんの手配はこんな感じで。松本さんはトイメント4800差。まあ最低でも、まあ最低でも、まあリーチドライチか。でも最低ではね。うん。はい、いきます。難しいかもだけどね。独断と偏見でね。うん。だからそれもね、俺ね、何百回言われてんだけど、で、毎回同じこと言ってんだけど、俺が明確に、まあ独断と偏見だったらいいけど、ランクつけるってなると、やっぱり自分の中でも、どっちが上かなってのがあったらいいんだけど、例えば鈴木太郎さんと松ヶ瀬さんがどっちが上って言われても俺全くないので、本当にわかんない。印象ですらない。うん。松ヶ瀬さんと鈴木太郎さんが100半チャン打ったらどっちか勝ちそうだなとか何もないんで、やっぱ本当にこじつけになっちゃうから、うん、まあ一応ね、そりゃ、上の人は、中田香菜さんとね、中林さんとか堀さんとか本田さんって言われたら そこはつくけど、優劣は。思いっきり上の方と思いっきり下の方はわかるけど、中間層とかの並び替えができないな。まあだから A 軍、B 軍、C 軍とかだったらありか。ね、ランキングつけるほど熱入れて見てない。それはそう。うん。俺すぐ忘れちゃうんで、今回の鈴木太郎さんもね、オーラスでこんな打ち方したって言ってももう本当にね、一週間も経ったら忘れちゃうんで。はい。もう同じ人が複数のコメントしてる。はい。まあじゃあ、そんな感じなんでね。まあね。はい。カムがエムリが入ったらどれぐらい上に行けそう？いや、それはわかんないな。まあそもそも俺の場合は泣きマージャンだから、それは変える気ないんで、それでどれぐらい絞られるか。堀さんも同じこと言ってた。あ、ほんと。うん、で、だから、それがわかんないですよね。だから嫌がらせのように絞られる可能性あるんで、リアルに。うん。嫌がらせのように絞られたら、勝てないですからね。うん。泣き麻雀に対して。はい。あ、レモン T4 歳でした。そうそうそう。見るの黒は、ね、太郎さんの裸談義の仕掛けの評価。いや、常連だから言うけど、動画見ろや。うん。それ他の人に迷惑だろ、それ。うん。はい。じゃあ次行きます。ああ、じゃあじゃあ、松本さんだけちょっと見ます。松本さんはまあ、とりあえず行きます。何役配かえ、E1 キル、普通に行く。
嘘、うん、嘘どっから切ったんだろうね。はい、とりあえず、パーソー切るでいいかな。うん。嘘引いた。こっから来たの？何来たのこれ。普通にす、チーマンでいいだろ、これ。うん。まあ、ギャンメニーチ見てるってことか。嘘、嘘。何が一枚切れ。何を、何の時のジャンとなくなっちゃう。うん、まあ、うん、そうそう、赤受けとかね。うん、まあいいや、嘘切った。まあ、あくまで両面のあれを見ていく。9ピン引いた。ローピンか数番切る。3ピン引いた切る。ローマン引いた数番切る。んでリーチか。はい。はい、そんな感じでした。あ、じゃあね。じゃあ今度一旦終わります。はい。じゃあ今回鈴木太郎さん見ていきました。まあいろいろあったね。確かに裸難期とかね。うん。はーい。じゃあ、お疲れっす。はい、失礼します。本日は3つ見ました。久々に3つ見ましたね。はい。普段は2つですけどね。はーい、失礼します。はい、バイバーイ。